本日のゲストはハリウッドで活躍する日本人俳優の松崎悠希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのですね、僕すごく個人的に思い入れがあってですね、実はあの松崎さんのことを知ったのは硫黄島からの手紙だから、もうあれ何年ですか、ね、10年前ですね。2006年なんで。2006年、あの同じ映画のオーディションでを受けてたりっていう、なんかそういう縁もあって、あの今回ようやくこうやってご一緒できるのが個人的にすごく嬉しいので、どんな話が聞けるか楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。まだ侍面してるんだ。そんな頭をしてるから人たちに倍されるのだ。俺たち見張られてるんだ。なんで俺たちが見張らなきゃいけねえんだよ。そもそも俳優を目指したきっかけは、きっかけはあの7歳の時に、とある英語劇の団体があるんですけど、そこに見学に行ったのがきっかけでしたね。で、他の子供たちがその演じてるのを見て、自分もやってみたいなというふうに思って、でそこでその次回作のオーディションをやっていたので、あの1週間でそのセリフとかを全部覚えちゃってオーディションを受けたんですよ。そしたら、その役を取ってしまって。おお、それはじゃあもう演技をもう本当に始めるその最初の段階でってことですよね。はい、次の作品のオーディションっていう段階になって、僕はそのグループにその正式にはその属してなかったので追い出されまして。え、あのやっぱ他の子供たちからするといきなり新参者が主役を持ってったら面白くないですよね。それでまあ追い出されて、その時にあのうちの母がじゃあ自分たちのその英語劇のグループを作ればいいっていうふうに考えて、で松崎グループが誕生したんですよ。なるほど。それってその、高校卒業してアメリカに行かれるわけなんですけれども、そこまででもちろんその英語で演劇をやってたっていうことも、もちろん大きく影響してると思うんですけど、最初からアメリカに行こうって思ったそのきっかけになることとかってあるんですか？もともとは日本でやろうと思ったんですよ。で、日本の映画学校に入って、でそこで勉強していたんですけども、まずその日本でそのオーディションというシステムが一般的でないってことをそこで知って、でそのオーディションがないのであれば一体どうやってその自分役を取ったらいいんだろうってのを考えた時に、それが分からなかったんですよ。どうやったら 役に結びつくんだろうっていうのは。でそれプラスその僕がそれまでやってきたスタイルっていうのは、自分たちで何かを作り上げていく、自分たちで演出をして出演してっていうスタイルだったので、その何かを演じるときにそこに意見が出ちゃうんです。そのここはこういうふうに観客に見せた方がいいんじゃないか、これ演出に関わっちゃうんです、そうですね。そのスタイルでやっていたもんですから、それを見たあの僕の講師の方が、あの勇気お前そのスタイルだと日本ではやばいぞあの日本ではそんなことしたらあの怒られるぞ。でそのスタイルでやるんであれば日本よりもアメリカの方が合っているんじゃないか、そこでその講師の方が僕に言ったんです。それが初め、その僕がアメリカに行くきっかけとなったそのスタート地点でしたね。当時僕はものすごい貧乏生活で新聞配達やって学費払ったんですけど、その、ハリウッドというものを誤解していたっていうのがあって、誤解していた、一作品に、映画一作品に出ればもうそれだけで超大金持ちの富豪になれるそうか、ハリウッドで当てればその生活ができて、しかも
オーディションシステムがあるんだから日本よりいいじゃないかと、もう行かない理由がないと。もうこんなに才能のある自分をハリウッドが放っておくわけがないもう行ったらその公平なるオーディションというシステムで自分のような才能がある若者はすぐにこうあの見つけられて、で、あの主役映画が決まってアカデミー賞を取ってというバラ色の人生が待ち受けてるというふうに思っていたんですよね7歳の時からそうやって英語で演技に触れてたということで、もうこれはアメリカが呼んでるんじゃないかとですね、もう完全に。でも疑うことなく、じゃあ高校卒業してアメリカに実際行ってっていう、はい、まあ、演技学校に行って、まあ、下積みをしてっていうふうに考えていたので、その入りたかったんですけども、実際に行ってみたらそこの学校が高校で、で僕は高校卒業してたので入れなかった。それはあの事前に分からずにもう行ったところ勝負で、何にも考えてないですね。もう完全にバージニア州のバージニアビーチ市というところがあって、でそこの高校に入ろうとしてダメだったんで、あの仕方がないなと。でこれ東海岸なんですよ。そうですね、バージニア。でまあ仕方がないから、じゃあニューヨークに行くか。なるほど、その東海岸続き でユースホステルに泊まって、はい、でまあこれからじゃあどうしようかなっていうふうに考えた時に、まあ、お金を盗まれたんですよね。そこでアメリカにさあ行くぞ、これからハリウッド俳優としてやっていくぞっていう時にですね、今言った、まあ、バージニアがちょっと高校で入れなかったのでニューヨークに行きましたと。そして何日目でしたっけ？4日目。これ4日目ですよ。あのアメリカについて4日目にですね、お金を全部盗まれてしまうという緊急事態に見舞われる。あ、まあ厳密には全部じゃないですよ。あのトラベラーズチェックっていうチェックのものがステージあって、はい、サインがないと。そうです。でそれは盗難されても、あの再発行できるんですよ。それがいくらかあったんですよね。でそれが返ってくるんですけど、それまでの3日間が完全に無一文です。ユースホステルが6人部屋で、であのロッカー8人部屋だ、8人部屋でロッカーがあるんですよ、2台で。そのロッカーはちゃんとその南京錠でこう鍵をかけるための穴があって、あ、でもそれは1人1個ではなくてって感じ。1人1個です。あ、1人1個はないですね。で僕はそこに荷物を入れて南京錠をかけて、で観光に行ったんですね。で次の日チェックアウトして次のホテルにチェックインしようとしたら、なぜかその鍵をかけていたロッカーに入れていた自分の荷物から現金が全部消えていて、それ現金だけがもう抜かれてたんですか？そうです。うわ、だから誰かがその南京錠がかかってロッカーを開ける方法を知ってたんですよね。でそれまた帰ってきた時は南京錠またかかってたんですか？かかってました。うわ、それいきなりすごいショックですよね。ですね、びっくりしましたね。ニューヨークで一人でもうホームレスですよね。まあホームレスの施設にお世話になりましたねホームレスの施設、ホームレスの施設っていうのはどういう？シェルターといって、はい、宿泊施設があるんですよ。へえ。そこに行って、まあ、雑魚寝なんですけども、36人部屋で大きい一部屋にヨガマットを敷いて、青いヨガマットを敷いてそこに寝るっていう感じです。その時は夏だったんですけど、臭いんですよ、とにかく男だらけなんで36人部屋はもう濃縮されてると。ですだからもう完全に窓が開け放されてて、すごく寒いんですよ。このままここにいたら死んでしまうなと思って、そこを出て、でとある日本食レストランのオーナーに話をしたら、うちの資材置き場が空いてるからそこにで寝ていいよって言ってくれたので、そこの資材置き場でクッション付きの椅子を6つか8つぐらいこうくっつけて、そこをベッド代わりにして寝てましたね。なんでじゃあもうゼロからのスタートじゃないですか。ゼロからの、もうむしろ来た時よりマイナスからのスタートになってて、そこからじゃあというかまだまだスタートしてないですねスタートの地点に来てないのでスタート切る前にもいきなりもうくじかれてるっていう。
まあそこから始まってじゃあニューヨークで実際にどういう風に生活ってされてたんですか、その子。まず始めたのがストリートパフォーマンスで、うん、食費を稼がなきゃいけなかったので、タイムズスクエアで歌って、日本の歌を日本語で歌って、で、まあ小銭を稼いで、それを食費に当ててましたね。午後10時か11時以降になると、その警備が一気に緩くなるっていうのがありまして。そういう法則があるんですね。はい、取り締まりがほとんどなくなっちゃうんですよ。当時はまだ911の前だったので、すごく警官たちもフレンドリーで、縄張りとかもあったりするんですけど、その縄張り争いに巻き込まれないようにして。ちなみにごめんなさい、その自分のスポットを確保するときに、例えば今その警察のルールだったりとか、縄張りっていうのはどういうふうに発見してたんですか？青シャツと白シャツっていうのがいて、で青シャツは一般の普通の警官だったんですけど、白シャツはその上司だったんですよ。で白シャツがいるときはダメなんですよ。なるほど。見張られてるんで青シャツは取り締まらなきゃいけないです。で白シャツがいなくなるのがだいたい10時。ああ、そしたらもう白シャツがいないから青シャツの方がこうちょっと緩く見てくれるというか。まあ歩き回ってるけど別に取り締まらないっていう。じゃあニューヨークではもう一文なしから始まったので、もうストリートパフォーマーでも生計をしのぐしかないと。ちなみにストリートパフォーマンスってごめんなさい、僕やったことないんですけど、どんな感じなんですか？最初は僕も全然わからなかったので、8時間歌って4ドルしか稼げなかったんですよ。8時間もうずっと立ちっぱなしで歌いっぱなしで、はい、でこれは効率が悪いなということで、どうやればそのまあお金が稼げるんだろうっていうので、その観光客って自分の前を通り過ぎるのは5秒ぐらいなんですよ。でこの5秒間の間に立ち止まってもらわなければもう絶対にお金を入れてもらえない、その自分の持ってるそのスーツケースのお金を入れてもらえないってことがあって、じゃあもうその5秒が勝負だと。そうです。でじゃあその5秒でいかに注意を引いて立ち止まってもらうか、歌う時にこうちょっと恥ずかしかったので目を見ないようにこういう風に歌ってたんですよ。でこれは向こう側としてはなんか知らない人が歌ってるなってことでこうつながりがない状態なんですね。でこれはダメだと。ってことはまあ目を見るのが基本だと。相手の目を見よう、相手の目を見ると向こう側を見返してくるから、なんだろうこいつって。でそれプラス最終的に僕が行き着いたのは、一番簡単な方法は相手を指させばいいんだ。注意を引くのに、注意を引くのに、まあ真っ赤だなっていうのがあった時に、普通に真っ赤だなって歌ったら、まあ歌ってるなだけなんですけど、真っ赤だなって歌ったら俺ってなる。俺立ち止まっちゃいますねそれ。俺ってこうなってそれ立ち止まっちゃう。でまあそこでちょっと楽しませてあげれば、それがそのまあ小銭につながる。まあ9ヶ月間やったんですけど。9ヶ月間、はい。で最終的には1時間で最高が確か36ドルくらいだったんで。すごい。じゃあそういう形でニューヨークに結局どのくらいいらっしゃったんですか？9ヶ月間です。じゃあその9ヶ月転機になったことっていうのは？はオーディションですね。僕はやっぱり俳優になるために来たので、うん、そのストリートパフォーマンスだけをやってるわけにはいかないじゃないですか。その時にいた俳優の友達がもしオーディションを受けたかったらバックステージっていう俳優の新聞があるから、うん、そこにオーディション情報が載っているから、そこに応募したらどうだ、見てみたらオーディション情報が載ってて、ちょうどそこにその日募集されてた役が日本人の悪役だったんですよ。おあこれだと応募したいと思って大至急写真家の友達に写真を撮ってもらって、その写真の裏側に手書きで履歴書を書いてで送ったんですね。だからオーディションに来てくださいって連絡があったので、ペンシルバニア州まで3時間バスに行かれて、はい、受けたんですよ、人生初のオーディション。そしたらキャストされちゃったんですよ、役を取っちゃってすごい。ちなみにそれって何人ぐらいの候補者の方が受けてる中だったんですか？600人ぐらい。600人、はい、すごい。初オーディションで600人でいきなりキャストされたんですよ。ほら来たーと思いましたね。ほら来たこれ日本で思ってた通りだとほらやっぱりオーディションがあったらやっぱりゆーちゃんすごいじゃないのやっぱりハリウッドはこんなに才能のある若者を放っておかなかったわと思って、うん、まあ出演したんですよ。2ヶ月間の撮影でペンシルバニア州で、もうそれはもう戻らず泊まり込みでってことですかね、はい、そうです。でその時に監督が映画俳優になりたいのであればニューヨークじゃなくてハリウッドに行った方がいいよって思って、
ハリウッドに行けばもっとオーディションが、うん、オーディションたくさんある、いっぱい仕事がつながると。もう僕の目にはもう完全にその、アカデミー賞へのこう、うん、階段が見えてましたね。うん、もう結構駆け足で行けちゃうなっていう。ハリウッドに移動して、で、演技学校とかにも入って、勉強してっていう感じなんですけど、その時にラストサムライのオーディションがあって、うん、ちょうど僕はその時舞台をやってまして、はい、デッドラインという舞台でベトナム人将校の役を演じてまして、その僕の演技を見た共演者がいきなり話しかけてきて、実は僕の彼女がラストサムライのキャスティングを手伝ってるんだけど、君多分気に入られると思うから、履歴書と写真をくれないか、お願いしますって渡したら、オーディションに呼ばれまして、警察官の役だけど、うん、オーディションを受けて、そしたらそれもキャストだったんですよね。でかいオーディションを2つ受けて2つも取ってますから、もう完全に舞い上がってますよね。もうアカデミー賞までタンタンタン、もう3段飛ばしぐらいで、あ、そうですね。もう完全にもうすぐそこに見えてました、ね、でこれからまあ輝かしいハリウッドライフが待っているぞと思った時に、最初の映画が表に出てしまって DVD でして、発売されて、先ほど一発目で初オーディションで撮った映画ですね、その B 級アクション映画なんですけど、うん、でそれが出て、批評家にボコボコに叩かれて、こんなにひどい映画見たことがないと、自分のその批評家人生で見たことがないと、でこの史上最低の映画の中で一番最低なの演技をしているのが松崎優希だって書かれたんですよ。もう名指しで書かれちゃったんですか。名指しです。もう思いっきり松崎優希って書かれました。うわ、もうそれ見た瞬間もう凍りつきますよね。見た瞬間、あれどうしたの、おかしいな、俺おかしいな、あれなんでだろうと思って。その時はもういきなりズーンって来たっていうわけではなかったんですか。ズーンというか、骨折した時って痛みを感じないじゃないですか、その瞬間は。あ、後からこう、あれ俺これ手首こっちの方向曲がっちゃうねんっていう、それでどんどん痛みがこう伝わってくる感じで、その瞬間はまだ理解できてないんですよ。その自分がいかん何をしでかしたのかっていうのが理解できてない。でしばらく経って、あれもしかして俺って下手なんじゃないかっていうのが、その気づき始めて、で最終的にはそれは完全に心を侵食して、まあ6ヶ月間引きこもるんですけども、もう自分がそのやっぱり才能がある、もうハリウッドにいつ行ってもその成功できるっていうふうに思っていたので、それが完全なる幻想だったっていうのに気づいた時に、土台を失っちゃったんですよ。その、うん、もう自分の行動力の原動力を失ったっていうか、ある意味本当はアイデンティティクライシスみたいなことですよね。そう、クライシスというか、うん、壊れましたね完全に、うん、7歳の時から英語劇で鍛えてきて英語にもすごく自信があったのに、そのオーディションに行った時にお前の英語は分からないと、なんかバシッと言われたっていう話を伺ったことがあるんですよ。そのやっぱり聞いたことがある英単語とかは聞いたことがあると言えるじゃないですか。問題は聞いたことのない単語ですよね。その発音したことがない、読んだこともない、聞いたこともない単語が出てきた時にどうやって発音したらいいかわからない。現場とかでわからなかったのが、次のテイクはカンデスエンデンな感じでお願いしますって言われたんですよ。えカンデスエンデンという単語は自分は聞いたことがないぞと。アセンデっていうのが上に上がる、だからカンデスエンデンだから下がるかなだと思ったんで、そのテイクは抑揚を思いっきりこう上から下にこう下げようと思って、人そうに違いないと思う。 You are crazy You are crazy って言ったらお前何やってんだって怒られて、まあ、実際にはカンデスエンデンが見下せっていうのだったんですけど、そういうのとかなんか自分が知らない単語に遭遇した時に対処方法がわからないんですよ。しかも自分が英語を喋れると思い込んでいたせいで勉強してないものですから、その学習方法もわからなければ、学習するという行為自体の価値もわかってない。一発目の映画オーディションも通る、ラストサムライも通る、そこから
もちろん一番最初にあったようにお金も取られて、あの物質的なことも取られて、で自分のアイデンティティでもあったその演技もパキッと折られて、英語もパキッと折られて、もう本当に天から地に落ちる瞬間じゃないですか。ですね。学校でその試験を受けるときに勉強してない人ほど余裕ぶっこいてるじゃないですか。うん、なぜかっていうと自分のミスに気づかないからなんですよ。うん、そのであの試験を受けて、あのなんか今回よくできたなと思ってる人の方が、うん、あそことあそこ間違えたと思ってる人の実際の点数は低い、うん、まさにこの状態ですよね。自分がどういうミスを犯してるかってのも一切気づいてないから、自分はあの大丈夫だと思っていたという、もう日本に帰ろうとか、もう才能がないんじゃないかとか、そういう挫折感みたいなのってありました、ね、ありましたというか、もうそれしかなかったんですよ。それしかその日本に帰る意味もないなと思ったんですよ。その自分には演技の才能がないのだから、どこで何をやったところで別にダメじゃないかと思って、その自分が演技力がない、英語力もまだまだだっていうことを受け入れて、そこをスタート地点にするのに6ヶ月間かかったんですよ。これまではもう自分はもうすぐゴールがもうすぐだと思っていた、これが実は 42.195km あったっていう、ここからここまで、でそれに気づいて、自分はまだまだここなんだと、でもここにいるっていうことが分かったら、じゃあゴールに向かって進み始めることができるんじゃないか、そのまあルートを定めることができるんじゃないかっていうふうに考え直して、でそこから演技、英語の勉強を始めることになるんですよ。でもその挫折をちゃんと受け止めたからこそ、先ほどおっしゃったようにそこから演技とか英語っていうものをちゃんとゼロから一から始めていこうっていうふうに思えたっていう、そういうのだとものすごい大きいターニングポイントですね。ですね。ですね。本当に感謝してますよ。でもとりあえずこれをこの番組を見てる人たちはお願いだからその作品を探さないでほしいという。でじゃあ天国から地獄に落ちて、そこから初めてこう自分を受け入れて一歩一歩努力を始めていったとか、順番的に言うと硫黄島からの手紙、ラストサムライ、硫黄島からの手紙、ヒーローズ、ピンクパンサー2、そして、パイレーツですか、こんな感じですかね。で皆さんが興味があると思うのが、きっとこれ俳優の方とか見てる方も多いと思うんですけど、実際にハリウッドの現場ってどうなのっていうところを今日はちょっと伺っていきたいなと思うんですけど、これはアメリカだなっていうような面白いエピソードがあればぜひ聞かせてください。ピンクパンサー2の時に、はい、初めてそのまあ主役級だったんですけど、契約書にフルトレーラーって書いてあったんですよ、はい、でフルトレーラーなんだろうと思いますよね。現場に行くじゃないですか、トレーラーがあって中に入るじゃないですか、宮殿みたいになってるんですよ。宮殿、まず暖炉があるんですよ、トレーラーの中に。トレーラーに引いたく暖炉まずドアを入ったら左手に暖炉、その上にテレビがあって、左側にソファーが1、でかいソファーが1脚とアームチェアの上の ソファーが2脚で、右側にキッチンで、その反対側に、シャワーで、奥にベッドルームがありました。メインの役者さんにトレーラーって言って、車ですねが与えられるんですけど、控室として、それがもういわゆる家みたいになってるってことなんですけど、住めます。てか当時僕は車庫に住んでたので車庫ガレージに住んでいたので、ここに住みたいなと思いましたね。これをどうにかしてうちの前まで引っ張ってきて、ここに住めば今の暮らしとおさらばできるじゃんと思いましたけどね。当時住んでいたのがアパートではなくて車庫に住んでいたってことで、お金がなかったんですよ。で俳優という職業はとても不安定な職業で、収入が安定しないものですから、どうやったら支出を抑えられるかということで、そのじゃあ家賃を低く抑えれば抑えるほど生活が楽になるな、もうまさに衣食住をどれだけミニマムにできるかということですね。ですね。それはもうだって毎月のようにやっぱかかっていますから、うん、それをいかにその低く抑えるかということで、車庫が一番安いと、1万5000円で住めると1ヶ月月、はい、ちなみに車庫って募集とかってかかってたりするんですか、そのアパート探すと。いやー普段は ないと思いますよ。住めないんで、そもそも車が止まってたから沈んでるんですよ、アスファルトが。で凸凹 で屋根とかもう何にも断熱材とか入ってないんで、完全にもう板張りの屋根があって、その向こうは外っていう。ベッドは最初は電話帳を、なんかイエローページっていう電話帳がそこら辺に置いてあって、自由に持ってっていいっ
ていうものだったので、それを持ってきて大体3冊ぐらい重ねて、で重ねたものをさらにガムテープで留めて、でこう並べてベッド上に並べて、でまあ簡易ベッドを作ってっていう、大変でしたけど、でもまあ屋根があるからいいかなっていう感じでしたね、自分的に。ある日そのピンクパンサー2の時には、撮影の時にすごいものが家の前に来たっていう話を。そうなんですよ、でかい主役級の役を取ると自宅までそのまあリムジンなんですけど、リムジンがその自宅の前にやってきて、こうお迎えの方がスーツを着た方がこう立って待ってるんですけど、僕の場合はそのお迎えの方が自宅の方を見て待ってたんですけど出てこない。それでそのいきなり車庫のシャッターがガーって開いたとこからこう主役の僕がそのリムジンの方に向かって歩いてくる。その時その彼の反応って何かありました？あれってあれそっちから出てきたぞ。で車庫からリムジンに乗って空港に行くわけですよね。ですね、ファーストクラスです。その車庫のところからリムジンが来て、そして空港からフランスまでファーストクラスですよ。でその時のそのファーストクラスが僕しか客がいなくて、でもそのキャビンアテンダントの方々は 3人いるわけですよ、はい、ファーストクラス担当の人が。だからみんな待ってるんですよ。そこで何か来ない、指示が来ないから逆に落ち着かない。全く落ち着かないですよ。申し訳なくなっちゃう。台本読んでて、ワインいかがですか、いや大丈夫です、オレンジジュースいかがですか、大丈夫ですっていう。電信銀行の信用の信の言面がなくなっててこうなったんですよ。伝言銀行。これがこちらお持ちいただいたんですけど、あこんな感じなんですけど、もうなんか色がそうですね、まあ心が真っ青だったんですけど、とにかく頑張ってやってみようよっていう。